じゃあ、アコースティックボイス30年じゃないや、30回おめでとうございます。石垣です。最後までよろしくお願いします。コーヒー屋さんでね、リアル俺なんか昼間に曲ができて夜のライブハウスのくれてるよな。リハでバンドと合わせて思いのほかうまくいって、でも本番でやらなかった時です。すげえひねくれてるよ。ひねくれてる。でもね、なんかわかる。わかるでしょ。すげえ自由な人だと思う。そもそも話の始まりは腹が泣くのを沈めたく、なんかないことを考えた。どうすりゃいいんだと考えた。東でダメなら西ではどうかと、この世でダメなら雨を行きたい。せっせっせっせと積み上げた階段はどこまで続く。Yeah.
レベルでは全然フレンドリーで、うん、もう情報操作っていうか、うん、そういうやり口っていうかさ、あ、着替えてきた。着替えました。アメリカよ、日本はアメリカ下がるんですよ。そういうのがね、あるみたいでね、うん、やっぱりね、そういうほらなんていうの、近所の国が日本が嫌われてるとかしといて、こっちの鉄則を固くするっていうか、なんかそういう未来の口ってさ、これが本当に変わるかもね。全然仲いいっていうか。まあそうなんだよ。そうそうそう。捧げるセレナーデ、痛みを沈め、悲しみを眠れ、流れ着いたそこの街で、まだまだのセシャンティー、終われ終われの煙と意味が止まないのに、喜びを踊る悲しみを深く眠れ、このまま出てるんです。音のでもエコーがなんかちょっと回るっていうのがなんか話もそうじゃないから、まっちゃうと音もしろいな。でかく出してる。あ、これか。何を言ってるんだ。何をわけわからんこと言ってるんだ。どこで放送してるんですか。ユーチューバー人の矢崎京子さんです。もう一応京子さんのね、ダークですよね。そうじゃないかな。面白いじゃん、すべて面白いよ。パッとラジオを読んでみられるとし、野獣のように怖いです。な、怖い怖い。矢崎京子です。どうもありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。気持ちよかったです。
は深く険しいんだよ。得意な方じゃないのですが、荷物は少ない方なのに、追いかけてはいません。少しの位置がずれているのですね。ありがとうございました。